それでは早速製品紹介を始めます。まず最初にお伝えしたいことは、ヤフーカーナビという新しいサービスを始めるにあたり、私たちが最も重要であると考えてきたことは安心安全というキーワードです。どれだけ便利で素晴らしいアプリケーションであっても、例えば運転中の操作を誘発するといったことでは安心安全でなければ意味がないと考えております。そのような方針のもとにヤフーカーナビの開発を行っております。それではこの安心安全というキーワードを前提として、ヤフーカーナビの特徴についてご説明いたします。ヤフーカーナビにはこのような5つの特徴がございます。まず第一に、車を運転する際に最も重要となります渋滞情報を利用したナビゲーションができるということ。第二に、豊富なイラストを表示することでよりビジュアルで分かりやすいナビゲーションを提供できること。第三に、駐車場の満車空車情報をリアルタイムに表示できること。第四に、ガソリン価格の提供やガソリンスタンドの洗車クーポンといったことが使えること。そして最後になりますが、JAF の会員向け優待施設を検索し、その優待内容を確認できること。以上5つとなります。それでも何といっても最大の売りは、これらの特徴を含めて全て無料で使えるといったことになります。それでは先ほどご説明しました5つの特徴を含めて、それぞれの機能を簡単にご説明いたします。ヤフーカーナビでは、VIX という、システムで5分間のリアルタイムの渋滞規制情報を配信しております。この VIX ですが、車載ナビや、有料のスマホナビアプリでは、よく使われているシステムで、道路の渋滞規制情報が分かるといったものになります。ヤフーカーナビではこの VIX を含めて無料で使えるといったところが国内初となります。次に高速走行モードですが、高速道路ナビゲーション中はサービスエリアやインターチェンジまでの所要時間やサービスエリアの施設のアイコンを表示するといったこともできますので、どこのサービスエリアで休憩をするかといったことも目安となります。また高速入り口のイラストですが、このようにです、ね、非常にビジュアルで分かりやすい画像を表示しますので、例えば入り口が分かりづらいとかそういった場合にもヤフーカーナビは非常に分かりやすくなっております。また高速の分岐イラストについても同様に、こういったインターチェンジの出口やジャンクションのところで画像を表示するといった機能もございます。また ETC レーンにつきましても、当然どこに ETC レーンがあるといった画像も表示されます。続きまして、駐車場の満車空車情報ですが、タイムズ様、リパーク様、名鉄京商様にご協力をいただきまして、リアルタイムな満車空車情報を提供しております。また常に自分の見たい、自分の行きたい駐車場を地図上に表示しておくといったことも可能ですので、指定した満車空車情報がこのように常に見えているといった設定も可能です。なおこの3社を含めて提供可能な駐車場の件数としましては約2万4000箇所となります。ガソリン価格につきましては、飯堂様でサービス運営されております E 燃費からガソリン価格を提供いただいております。このガソリン価格をヤフーカーナビ上で表示するといったことも可能ですし、またヤフーカーナビから直接ガソリン価格を入れていただくといった機能もございますので、今後は E 燃費様ともご協力いただきながらガソリン価格の表示をより広げていきたいというふうに考えております。次に、クーポンですが、一部のガソリンスタンドに関しましては、カービューが運営しております、洗車クラブの、クーポンを表示することも可能です。このクーポンですが、大変お安いクーポンもございますので、
該当のガソリンスタンドで検索を行い、一度ご利用いただきたいと考えております。それから最後になりますが、国内ドライバー約1800万人の会員が加盟しております、加入しております日本自動車連盟様の JAF の優待施設が Yahoo カンナビ上で表示できます。 JAF の優待施設が他社のスマートフォンアプリで表示できるといったことも初となります。また JAF の優待施設がどこにあるかといったことも分かるように、 JAF の優待施設を検索するといったジャンル検索機能もございますので、一度ご利用いただきたいと考えております。なお優待施設の特典を受けるためには JAF の会員証が必要になりますので、こちらを必ずご提示いただいて割引を受けていただきたいと考えております。お伝えいたしました5つの特徴以外に、Yahoo カーナビで特にこだわった点につきまして紹介させていただきます。まずは地図に関する特徴です。我々 Yahoo 地図を含めて地図には非常にこだわってきております。 Yahoo カーナビではドライバーがこの先どのような方向に進んでいくかというのが分かりやすいこういった 3D の表示も対応しております。この 3D エンジンにつきましては自社で開発を行っておりますので、お手持ちのですねスマホで一度ご確認いただければと思っております。次にルート沿いの店舗交差点ということですが、例えばルート検索をしてどこの交差点で曲がるかといった場合に分かりづらいといった場合がよくありますが、 Yahoo カーナビではルート沿いの店舗のみを表示するといった機能や、交差点の名称を拡大して表示するといったそういった機能もありますので、まあ、ドライバーにとっては非常に分かりやすいものとなっていると考えております。また夜専用のデザインということで、夜専用モードというのも用意しております。日の出日の入りにも対応しておりますので、自動的に昼から夜に変更されるといった機能もございますので、一度ご利用ください。横画面ですが、最近の Android 端末は非常に大型化しておりますので、最初から横画面に対応しております。なお iOS 版につきましては次期の新しい iPhone が発売されるということも噂されておりますので、そこまでに間に合うように横画面にも対応していきたいというふうに考えております。車載ナビと比べましてスマホナビは非常に検索がしやすいというようにユーザーからも声が多く上がってきますが、我々も目的地を設定する際に音声入力とか、あと入力補助機能として例えば短い単語を入力するとそれにマッチした候補が出てきて、それを選択するだけですぐに目的地設定ができるといった機能もございますので、こちらも一度ご確認ください。それからジャンル検索ですが、こちらも Yahoo カーナビで車で利用するということですので、車でよく行く目的地を上から順に並べるといったことをしております。でまたこちらにもありますがトイレ検索というものもありますので、こちらも一度ご活用ください。PC 版の Yahoo 地図は家庭やそれから会社でも非常に多くのユーザー様にご活用いただいております。例えば明日どこかに行きたいと思ったときに PC の上で目的地を設定して、これを Yahoo カーナビに送るといったことをボタンを押していただくことで自分のスマホの方で設定した目的地が表示されるといった機能もございます。これによって家の中では設定したものがすぐに車に乗って表示される、でそこを目的地と設定してナビするといった機能がありますので、これはこちらも一度ご活用いただければと思います。スマホ版の Yahoo 地図につきましては、その他ブラウザー版Yahoo 地図、iPhone 版 Yahoo 地図アプリ、 Android 版 Yahoo 地図アプリとありますので、これらと Yahoo カーナビが当然連携して動くようになっております。
対応 OS ですが、Android は4以上、それから iOS は6以上となります。以上、簡単ではございますが、Yahoo カーナビの説明となります。それでは、この後、実際にアプリの動きを動画でご覧いただきたいと思います。およそ700メートル先、ため池を右方向です。まもなく斜め右方向、飯田橋インター入り口です。その先、料金所です。斜め右方向、有料道路入り口です。料金所です。およそ1キロ先、斜め左方向、渋谷インター出口です。その先、斜め右方向です。まもなく斜め左方向、渋谷インター出口です。その先、斜め右方向です。斜め左方向、有料道路出口です。およそ5キロ先、作業のため車線規制です。まもなく料金所です。その先、斜め右方向です。まもなく押上駅前交番東を左方向です。まもなく四ツ谷四丁目を左方向です。およそ700メートル先、本所1丁目を右方向です。